さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、このオープニングが後取りなんですけれども、少し前にポップアップストアを開催しました。2日間大会まで行って、すごいたくさんの方に来ていただいて、とても大成功だったんですけれども、今日はですね、そのポップアップで来てくださった方にとあるプチサプライズをした様子だったりとか、そのポップアップの店内の様子だったりとか、最後にちょっとお知らせもあったりとかするので、それをぜひ皆さんに見ていただこうかなっていうふうに思っております。前回の新宿のルミネのポップアップでもそうだったんですけれども、本当に皆さん高くって、一生懸命お洋服選んで試着してくださって、今回のポップアップは前回のルミネの時とはまた違って、本当にもう初期のアイテムから最近リリースしたアイテムまで結構ずらーっと並べてあって、すごく豪華なポップアップストアになったかなと思うので、ぜひそちらも楽しんで見ていただけたらと思います。ではそのプチサプライズが何なのか、店内の良さどんな感じだったのか、それをね、来れなかった方だったりとか、来てくださった方もちょっと思い出しながら見ていただけたら嬉しいなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。ちょっと、ポップアップストアにお越しいただいたお客様にインタビューをしてみたいと思います。お願いします。お名前聞いてもいいですか？マナ。マナちゃん、はい、マナちゃんです、はい、よろしくお願いします。すいません、急にじゃあ早速したいと思うんですけども、アベルマンを知ってくれたきっかけとかがもしあれば。絶対気になる。
心配なのでポイントを合わせたいからよりもだいぶ型数というか種類が多いなって思うんですけど、うん、おすすめとかありますか？おすすめですか？とかしなたんの一押しとかこれはこだわってますとかあれば知りたいなっていう。でもありすぎるのでちょっとなんかブースごととかにします。じゃあお願いします。いいですよね。まずここにしますか？こっち結構カラーものが多いかもしれないです。でも基本的に黒白が多いんですけど、ここは割といろんなカラフルなものがあったりしますよね。こういう牛のジャケットとか、これも可愛いんですよ。
これはなんか一応バラバラになんですけどセットで着れるやつでこんな感じです。スカートを前をブラックにしましたっていうのはでもさすがに牛だとちょっと牛すぎるかなと思って前をブラックにしてなんか後ろブラックの方が可愛いなと思ったんですけど前に顔があると顔とこう喧嘩しちゃいやすいかなと思って前をブラックにしたりとかっていうこだわりが実はあります。これはでも絶対着てた方が可愛いんですよ。結構オーバーなのでパッてホールできるのもめっちゃ決まってかっこいいですよ。可愛くないですか？かわいい、めっちゃかわいい。言わせないでしょ。なんでかわいい、かわいい、かわいい。このもう一個のオレンジもめっちゃ使いやすいオレンジでかわいい。あ、これですよね。うん、結構ブラウンっぽいオレンジなので、まあでもこれは秋っぽいですかね、きっと。秋カラーなので、ちょっと今は冬ですけど、まあでも全然春とかにもこういうカラー流行ってたりとかするので、おすすめで。これも私も気に入ってます。ちなみにおばあちゃんにもあげたんですよ、これ。おばあちゃんが来てくれて。おばあちゃん、アベマユーザーなんですか？私の家族結構アベマユーザーで、いろいろ買ってきてくれたりしてます。なんか今回、ネットでソールドアウトになったやつもわずかに在庫があったりとかして店頭に置いたんですよね。カジュアル、私これブラックとかも毎日ルックブックとかで使ったりするから知ってる人いるかもしれない。あ、どうしよう、処理ついちゃいますね。次行った方がいいか。あの、これは言わせてほしいんですけど、これはですね、あの魔法のブルゾンになってまして、何が魔法かっていうと、まあ、ツーウェイなんですよ。裏と表で着れるっていう。こっちがつるっとしたサテンっぽい感じの生地で、裏がボアなんですけど、これは裏返しでも着れるんですけど、このジャケットは割と身長関係なく着れるアイテムで、低身長の方でもショートタイになってるので、すごい着やすかったりとか、であと不思議なことに、高身長の方が着てもめっちゃ可愛いっていう、バランスがすごいいいジャケットで、これ私すごい好きです。最近はですね、中が色が違って、可愛いです。これも好きです。全部好きですけど、特に。見てください、これ。前にアベマの文字があるんです。結構ここで写真撮ってくださってる方も見たりとかしてとても嬉しかった。めっちゃ可愛いですよね、これ。もう今日で終わりなんです。またなんかテレビ風に頑張ります。じゃあどうしよう。シナタンが紹介上すぎて私が全部欲しくなってきてる。心臓にはちょっと薄手のものがありますか。あ、これそう、これもですね結構直感だったんですけど、これも実は置いてたりとかして、これは一回なんかディズニーでブラックのやつをワンピ風に着ました。私は結構丈あるので、まあ下もちろんショーパンとか履いていただいてって感じなんですけど、ワンピ風にして着ても可愛いです。これもすごい人気のアイテムです。あ、喋りたいのいっぱいある、どうしよう。もう3時間ぐらいの動画にします、もはや。このベストワンピもワンピなんですけど、私でも全然1枚で、まあ、下ちょっとサッと入ってたりとか、あ、これもこれはさっきあれですよね、マナちゃんにコーディネート組んだやつの色違いですね。中にああやってパーカー着てもロンティー着ても可愛いですし、夏1枚でも可愛いです。これに白ブーツとか白スニーカーとかで着て、ホワイトコーデみたいな感じでもおすすめです。これはセットなんですけど、もちろん別々で着ても可愛いし、私もよくスウェットパンツ履いて履いたりとかしてます。上だけ着るときはなんか下デニムとかスラックスとかは可愛いです。で、こっちはこっちはモノトーンですね。このセットアップはマジでおすすめなんですよ。めっちゃ足長く見えるし、超スタイルアップするし、着やすいし、オールシーズン着れます。やばい、4点来たぜ。おすすめポイントめっちゃ来たぞ。まだあるんですけどね、この裾がジップついてて、なんかちょっと形が変えるタイプとか、これ外に出してきても可愛いですし、一枚に着ても可愛いですし、止まらん止まらん。そう、これもホワイトも可愛いんですよ。なんか双子コーデとかもしてほしいですね。これって絶対可愛い。夏一枚でさらっと、冬はタートル重ねてみたいな感じで、今井さんもできちゃう感じで、インしたらオールオーバー感じになります。
コはオールインワンとかワンピースですね。これも可愛いですよね。で、私が着てるんだけど、ジャージワンピース。ジャージで今結構多いですよね。なんかこれ本当もうジャージだねみたいな。本当これスポーティーなアイテムが最近多いので、これは多分着るだけですごいトレンドなコーデができると思います。これもお気に入り。スタッフさんも結構これ可愛いって言ってる人多いですよね。あとはチップアップとか。全部しゃべって100倍でお送りしましょう。で、ここは小物ゾーンですね。こんな感じで、これが今回のポップアップのノベルティのレザープーチ。あ、結構強力なんですよね、本当これ。こんな感じのミニポーチ。これ可愛いんですよね。スマホケースとかアクセサリーも。二連のブレスレットでおしゃれですよね。重ね付けしてるみたいになるから一気におしゃみえします。という感じで、じゃあ次でラストかな。あ、ほらだけどこっちはワンピースですね。ここら辺とかは結構なんだろう、アベンモアの普段の毛とかちょっと違った感じなんですけど、すごい安い T シャツワンプとか、これまあ1枚でさらっとコンビニとか近場とか行くのもいいし、重ね着とかしたらもうちょっとおしゃれに見えるかなと思います。あとウエストマークしたりベルトとかで、この辺は多分してくれてる方はもうめちゃくちゃ前から見てくれてると思います。これも可愛い。素材が結構しっかりしてて、まあちょっと厚手というか形も綺麗だし、なんか冬の重ね着とかにも良さそうですね。あ、そうですね。今クリーパークされてもかわいいです。これも結構人気でした。なんかたまたまもうお店の前を通ってくれた方が続いてる時間があったので、当日でも当日ライブでもご案内できたんですけど、その方も多分試着してくださって気に入ってくださったみたいで、これも可愛いですよね。1枚着るだけでおしゃれ感に見えるアイテムで、大人気だったチェックのボタンとかも置いてました。よし、じゃあラストです。じゃん、正面です。ここが、ここは割と新しいアイテムがあったりしましたね。このフレンチ風のセットアップとかは本当つい最近リリースしたんですけど、これも今回このポップアップで出させていただいて、めちゃこたち綺麗じゃないですか。すごいいっぱいアップもするし、でこれ別々になってるのでバラバラでも入れたりとか、ポッケもついてますし、見た目の変化なく機能性というかもう抜群なアイテムです。なんかでもこれはカーキとブラックがあるんですけど、色違いとか着て友達とディズニーとか行ってほしいですよね。絶対可愛いじゃないですか。シンが絶対可愛いですよね。それは可愛い。ぜひ来てください。こんな感じ。あ、でもあれもう一個も取れてたんですけど、実はもう一個の鍵編みじゃないやつはもう見なかったんですか。これは緑はなくなってた。これもすごい今回のスーパーという人気なアイテムでした。スタッフさんも結構スキニーとか合わせてきてくれてたんですけど、めっちゃ可愛かった。こんな感じでした。あ、やばい。やばい、抱きついてる、抱きついてる。はい、危ない。大変と思ってました。はい、こんな感じでしょうか。以上、ストアツアーでした。ということで、今回2日間代官山でアベマだけのポップアップストアをやらせていただきました。本当に来ていただいた皆さん、ありがとうございました。想像以上にたくさんの方が今回も来てくださって、やっぱりこうネットで買うのが怖かったっていう方とか、ちょっと今まで予算とも合わず手を出せなかったっていう方もいらっしゃったりとかして、そういう方たちのために今日このポップアップストアをやれたらいいなって思ったので、皆さんに商品を出すときにそういった言葉をかけてくださったのがとっても嬉しかったです。で、今回このポップアップストアがセールっていう形で、結構本当にもうガクンとお値段が下がってたりとかするんですけれども、このセールがですね、なんとまだ詳しい日にちはお伝えができないんですけれども、12月の末からオンラインでも開始します。年末セールといったところでしょうか。そう、なんかやっぱり前回のポップアップも好評だったので、
て、 DM とかでもオンラインでもやってほしいですっていう声をいただいていたので、12月の末から配信しますので、ぜひ皆さんサイトもチェックしていただけると嬉しいです。本当に使い得になっているものがあるので、ぜひ見てみてください。ということで、改めまして2日間ポップアップありがとうございました。また東京以外でもやれるように頑張りたいと思います。これからもアブームの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。楽しかった。しなたんもお疲れ様でした。ありがとうございます。